三はい、鳥の木からお届け札幌ジンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはファッションメイクアドバイザーの片山亜子さんです。片山亜子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。片山さん、ママさんということなんですけど、はい、お子さんいくつですか？はい、上の男の子が4歳で、下の女の子が1歳です。うん、バリバリ授乳中じゃないですか？そう、バリバリ授乳中です。本当ですか？なんか差をつけられたら違う。いや大丈夫。重たい。そんな片山さんでございます、はい、片山さん、ファッションメイクアドバイザーという、ね、肩書きがついておりますけれども、はい、これどういうお仕事なんですかね？はい、お母さん、子育てママ世代に今やっておりますが、うん、はい、外見プロデュース、一言で言うと外見をプロデュース、うーん、頭の先から足の先まで、はい、髪型、メイク、お洋服、これをアドバイスしたりレッスンしたりしてスキルをつけてもらってます。うーん、素敵でしょ。どんなことを具体的にされているのか、そのあたりを含めて伺ってまいりましょう。3つのキーワードをご用意いたしました。こちらです。じゃん、じゃん、こうなりたいよお手伝い、小一で明菜ちゃんカット、健やかママでいっぱいにしたい。はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。まず1つ目、このこうなりたいお手伝い、そんなわけで片山さんはですね、はい、主にママさんって言っていいんでしょうか？あ、いいです、ね、主にママです。主にママさん、子育て中のママさんが、うん、私本当はこうなりたいの、こういう人になりたいのっていうご要望をお聞きして、はい、それになるためにはどうすると近道なのかっていうのを、まあ、ご提案していくお仕事らしいんですけれども、はい、具体的にはどうですか？髪型を変えるの、メイクを変えるの？うん、一番最初はやっぱりメイクが変わります。メイクを変えて、はい、メイクと髪型はワンセットですね。そうですか。やっぱりパッとこう人を見た時に、はい、この辺って目に一番最初に入りますよね。なんだっけ、有名な本で人は2秒で第一印象を決めるとかっていうのがね、入りましたけど、あれやっぱり顔ここでしょうね。そうですね、上半、はい、それから下に降りていくので、はい、お洋服が2番手なんで、うん、1個目頭、うんうん、顔、うん、そしてお洋服という順番に優先順位をつけてもらうといいかなとは思ってます、はい、なるほど。でそこのね、この方にとって何が似合うのかっていうのを、うん、まずは、ご依頼があると、はい、その方とまずは初日にね、はい、もうびっちりお話しするらしいんですよ。どんな感じのお話をする？はい、もう分析日なんですけど、分析日、初日は分析日です。4時間びっしりその方に似合う色、はい、得意な色ですね、はい、得意な色、一番こう元気に見えて、うん、お肌がツヤツヤに見えるような色をパーソナルカラーと言いますが、パーソナルカラーでやると、うん、分析してこういう布を当てながら、うん、それが大体1時間ぐらいしっかり、うん、その方に落ちるまでしっかりお話をするんですね、はい、うん、その後に骨格診断と言って、これ何、骨格診断っていうのが分かんないです、うん、ですね、人って大きく分けると3パターン骨格パターンが分かれていて、その骨格によって例えばシルク素材が最も綺麗にラインが出るとか、であなたはシフォン素材とか、はいはい、そういう素材が分かってくると、うん、お店に行った時に、うん、明らかに似合わない素材を、うん、選ばないようになれたら時間も短縮になるし、うんうん、スタイルもよく見えるし、うん、物も安くても高価に見えるし、うん、そういう、それって骨格によるんですか？そうですね、お洋服のデザインによるんじゃなくて、でね、デザインはね、その後にやるパーソナルデザインというのでさらに見ていくんですよね、うん、なので素材と、柄とかデザインはちょっと別のところで見るんですよね、うん、顔の作りであったりとか、うんうん、そっちはパーソナルデザインといって、うん、主に素材は骨格で見ます。あ、そうなんですか、うん、素材は骨格なんですか？そうなんです。そうなんだ、まあね、体型もまた関わってはくるんですけど、肩幅がどうとか、はい、うん、でも、うん、骨格で素材は大体分かってきます。福地さんどうですか？例えば、うん、
福津さんはね、今日ちょっとカジュアルニット着ちゃう。かなりね、触診をするんですよ実際。触診あのいいですよ、触って2分間くらいこうやって触ったり、そう、あの手首の、はい、これもこうやってやってみたり、ここの厚さを測ってみたり、うん、後頭部の厚みを見てみたり、はい、あとウエストとかお尻もね、うん、結構触るんですよね、うん、まあ、そういうのをこう全部見て、うん、タイプがいくつかに分かれてて、そうですね、まあ、パキッと分かれることの方が人間なので少ないんですけど、大まかにこういう素材とこういうシルエットだったら、うん、上はボリュームが出るようにこっちの素材、下はちょっと下半身の骨盤のところがすごく出てるので、うん、じゃあそういう時はお肉とか脂肪を拾わないで、うん、あの体をきれいに見せてくれるラインのちょっと生地の厚いものにしようとか、うそういうのを皆さんに、はい、片山さん何屋さんなんですか？これね、一言で言うとイメージコンサルタントというお仕事で、北海道ではまだ耳なじみがないんですが、東京の方ではもうこれでもう歴史が長くてですね、長いですね、これでお仕事されてる方が 何百人何十人も、もういます、いらしてということは、そこで相談されてるお客さんはもう ものすごくたくさんいらっしゃるらしくって、うん、札幌ではまだ新しい職業なんでしょうか？そうですね、まだ参入してきてる人すごい少ないと思います。もう出だしは1960年代アメリカですね、ケネディ大統領が選挙の時に、もう若造だったんですけど、ニクソン大統領、ニクソンさんとこう戦う時に、どうやったらこの若造がニクソンという、ね、経験豊富な人に勝てるかってなった時に、大きく見せるために踏み台に乗って、はい、でちょっとかっこよくスーツ決めて、はい、っていうのがそもそもイメージコンサルティングの始まり、それが交流のあったハリウッド女優にそこが入っていて、それが日本に渡ってきて、うん、今30年目。そうでしょ、まあ、30年ってことは一般の方もっておっしゃるんですけど、イメージコンサルをやる人って、例えば政治家とか、うん、モデルさん、芸能人、うんうん、札幌で言ったらこうタレント志望の人とか、うん、そういう人が行くイメージがあるんですけど、うん、片山さんはママさんっておっしゃるんですよ、ね、そうなんです、そこをママに、私はもうママに今絞ってやってますね。ママさんに絞るとどういうところがいいんですか？いいというか必要性の部分、うん、はい、ママが、うん、やっぱり自分にこう自信をつけると、うん、子育てにもうかなり大きく影響します、いい意味で。自分に自信持って綺麗になると、はい、こう子供にとって自慢のママであったり、はい、あとご主人にとっても、うん、まあ、帰りたくなるような綺麗な妻であったりして、ママのなんて言っても心がやっぱり元気になることで、はい、うん、子育て、子供のここに栄養を入れれるようになりますよね。あ、なるほど、うん、ちょっとこのあたりまた後ほど詳しく入ってくると思うんですけど、はい、皆さん子育て経験者は覚えがあると思うんですが、うん、妊娠後期ぐらいからお腹がこうせり出してきてですね、うん、自分の足元もあまり見えなくなってくるとですね、うん、もう本当に頭洗うのも大変というか顔洗うのも大変、はい、そういう状況の中でなかなかこうメイクをしない、はい、すっぴんでいる時間がちょっと長くなりますね、うん、あと授乳中も赤ちゃん生まれたばっかりの頃なんかは、うん、本当にすっぴんで朝から晩まで、うん、なんならパジャマ着替えるか着替えないかぐらいので裸族ですもんね、ほとんど出してるからそうなんですよ。そういう時期を経て、うん、はっと気づいた時に、うん、子供が幼稚上がるぐらいとか、うん、まあ、1、2歳、公園デビューの頃ですよ、はっと、あ、なんかどうしていいか分かんないっていう時期を通り過ぎる経験は皆さんあると思うんですよ、うんうんうん、そこからなんとか自分を奮い立たせてね、はい、若い頃思い出せる人と、うん、まあ私お母さんだし、うん、ね、まあ、ママってこんなもんだと思ってそのまま受け入れて、まあ、そのまま行っちゃうんだけど、うん、本当は心の奥底では、うん、いや、もうちょっと綺麗に本当はああいうママさんみたいになりたいの、うん、あるかもしれない。はい、ありますよね。そういうところかなって今ちょっと想像しながら。そうですね、あの、やっぱり、うん、あ、私も結婚前ってね、皆さんおしゃれ頑張るじゃないですか、うん、で夢の家庭に入って子供も産んで、うん、でも気づいたらボロボロになってたりするんですよね。うん、授乳中ってすごい巻き型で家に入るから、やっぱり人って骨組みが中に入るとやっぱり気持ち的に伏せがちになるみたいで、うん、だから無理しててもこういう姿勢をとって、はい、授乳終わった後とか、うん、やっぱり前向きにするためにきっかけとしてやっぱりメイクとかがあって、うん、私綺麗じゃんっていうのをもう一回認識してもらえたら、うん、そこからスイッチ入っていろんなところに目が向いて綺麗なまま、うん、で子供にとってもね綺麗なままって嬉しいですよね。いや、そうですよね、うん、子供もご主人もそれは嬉しいと思いますよ。そこのちょっとお手伝いを、はい、うん、
していけたらなと思って今、うん、ママに頑張ってもらってます、うん、そうなんです。それでまたね、うん、私コンサル、受けるぐらいの人っていうのはみんなもともと綺麗なママさんがより美しくかなと思ったんですけど、うん、片山さんはどうも、うん、あの逆に、本当にこうおしゃれに自信がない人とか、うん、メイクに自信のないママさんこそもう本当に今まで変えてきた実績をお持ちの方でいらっしゃいますそうなんですね。はい、そうです、はい、うんうん、もう122名ぐらいの今122名、うん、まだこれ全然少ないんですけどね東京に比べたら多いじゃないですか。少ないの少ないんですよ、500人とか1000人とか見てる方はもう東京ではもういっぱいいますから。いっぱいいらっしゃるんですね、うん、はい、だけど、まあ、122名ですけど、うん、ゆっくり長期的に一人のママが、うん、私自信持ってできるようにお仕事に復職できたとか、あ、はい、までずっと見ていくんですよね、お買い物も時にはお付き合いして、お買い物も一緒に行ってくれるんだって、うん、お洋服をってことですか。そうですそうですそうです。一緒に見て、はい、一人のママが一人のもう一度女性に戻って返り咲くところまで一緒に寄り添って、うんうん、そうそう返り咲くって言ったらあれですけど、自信本当満々に私行けるっていうところまで、こう一緒に一緒に進んでいこうという感じで応援していくので、全然モデルとかじゃなくて、うん、おしゃれが苦手なんだけど綺麗にどうしてもなりたいわっていうママに対象にやってます、はい、お買い物一緒にして帰る時に、うん、こう着たものを、あ、買ったものを着て帰るんですって。そうなると、うん、家を出た時と帰ってきた時とイメージが違うんで、うん、あの家の反応が、まあ、言ったらご主人の反応がダイレクトに伝わるらしくてねそうそう、ご主人が、誰とデートしてきたんだとか普段は寡黙なんだけど、うん、嫌な時はこう嫌な顔するご主人がある時こうお買い物して帰って、うん、ちょっと綺麗に朝と違ういでたちで帰るわけですよね、はい、たらふんって笑って、いいんじゃない、うん、そのいいんじゃないには奥さんにしかわからないいろんなものが含まれていて、もうすっごい嬉しかった。お子さんにね、うん、今日のママかわいいとか、いつもこうやってスカート履けばいいのにとか、普段、ね、そういうおしゃれについて語り合わない家族がこう、はい、おしゃれをきっかけにコミュニケーション取れたりとか、やっぱり変化は何かしらあって皆さん前に進んでいきますよね。あの面白いのはその後のアフターというか、うん、フォロータイムが結構ずっと、うん、例えば何か今度お洋服買うんだけどって写メ送ったら、うん、いやもうちょっと待ったらとかってそういうの言ってもらえるらしいんですよ。そうそうなんです。今時期、今冬、はい、これからバーゲン1月になりますよね、うんうんうん、今ってお洋服そんなにお値段落ちない時期なんですけど、うん、もうちょっとそうですね、もう1ヶ月後に半額になったりしますよね、うんうん、しますただ1ヶ月弱だったら、はい、今ちょっと待ってって言ったりとか、はい、あと10万円ぐらいのスーツを買う時って結構ね勇気いりますよね。そういう時に自分の意見だけじゃなくて、うん、ちょっとこう着たのを写メをもらって試着室とかに撮ってもらったのあんまりいいことじゃないですけど、どっちがいいかっていうのを私に写メをもらって、あ、こちらの方がお似合いですっていうことを私のアドバイスを差し上げたりとかはできる、はい、それがね無期限で続く、無期限で続くというこの面白いアフターフォローがありましてね、うん、これがまた評判がいいそうなんです。で実際私からするといっぱいいるねっていう120何人 の、うん、あのまあ、お客さんたちっていうのは自分が変わったほとんど口コミでほぼ営業してないんですってね。そうなんです、まあ、子供がまだちっちゃいので、うん、はい、もう毎日コンサルティングを入れることが不可能っていうのもあるんですけど、うんうん、でもほとんどの方が、うん、お客様が帰って何ヶ月間かしてこうだんだん雰囲気変わりますよね、はい、そういうのを毎日幼稚園の朝送りの時に別の母さん見てるわけ、はい、ママ友が見てて、なんか変わったね、なんか綺麗になったんじゃないとか、こんな色着るの珍しいねとか、はい、したら実はね、はい、って言ってお友達がお友達、うん、お客さんも呼んで今成り立ってる状態。そうなんです。ありがたいです。気になる方は下の方に貼っておきますお問い合わせしてみていただきたいと思います。はい、そんな片山さんはどんなお嬢さんだったんでしょうか。では2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、はい、